選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、今回の学院トーナメントは無事終了しました。これより優勝した河辺選手にご登壇いただき、授与を執り行いたいと思います。本来はここで河辺選手に冠をつけていただき、賞金をお送りする予定だったのですが、先ほど入った情報によりますと、河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎ、そしてそれらをすべて寄付されたそうです。サーチェンの資産を寄付？あんな大金、よくそんなことができたな。河辺選手の慈善的な行いのおかげで、多くの貧困に苦しむ家庭が運命を変えるチャンスを得られるでしょう。冠も賞金もなくなってしまったので、授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手、何かご感想をいただけませんか？皆さんも私と同じように、これだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうから。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある。彼も僕も決めつける資格なんてないんだ。でもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから、ここでは割愛する。他には特にないな。ではこれで。どうもありがとう。あ、河辺選手、少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ賞品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。どうぞお受け取りください。またチャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されます。今後河辺選手が教練院で研究課題を申請する際、賢者様が優遇する判断材料の一つとなるはずです。ああ、確かに受け取った。でも課題とかそういうのは大丈夫だ。それでは授賞式はこれにて閉幕とします。河辺選手に再び盛大な拍手を。やっぱり理解できないわ。あんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに。天才の発想を理解するにはお前はまだまともすぎるということさ。さあ引き続き学院フェスを回ってみよう。やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ。試合で疲れたせいじゃないか。それにしてもあんまり嬉しくなさそうだな。とにかくお前はチャンピオンなんだから、もっと胸を張ってていいはずだろ。そうだな。そうだ、セノはこの限定カードが欲しいって言ってたな。今まさに僕の手にあるわけだが。あげちゃうのか。珍しいカードなんだろ。一儲けできるじゃないか。ただのカードだぞ、できるわけないだろう。僕が持っててもしょうがないんだから、セノにあげるさ。よかったら彼に持って行ってくれないか。おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。さ、一緒にセノのところへ行こうぜ。え、僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。まだサーチェンのことを考えていた。何か用か？ほら、七星召喚のカードだ。
僕より君の方が必要かもしれないと思ってね。これは限定カードだ。譲ってくれるのか？当然だろ。僕が持ってても仕方ないんだから。いいか、これは限定カードなんだぞ。カーベ、何かトラブルでもあったのか？こんな方法でなくとも言ってくれれば助けてやる。そんなんじゃないぞ。自分のトラブルは自分で解決する。このカードとは関係ない。そうか、それでは遠慮なくもらおう。だがお前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだ。このまま受け取るのは筋が通らない。こうしよう、前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれ。どうだ？そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。どれだけの価値があるっていうんだ？少なくとも100万もらわする。いくらだって？100万もら？少なかったか。ならもう少し上乗せしてもいい。こんなカード1枚が100万もら？でも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。なんかキラキラしたやつを。全てにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗でレアじゃないものもある。そういえば大マハマトラの収入も低くはないはずだな。君の金は全てこんなところにつぎ込まれているのか？でもやっぱりやめだ。友達から金をもらうなんてちょっと気が引けるよ。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買ってきた。さらにもう一枚買い取ったところで大して変わらない。なあ、本当に趣味のために貯金を全部使う気か？趣味とはいえどうすぎないようにな。特に衝動で借金なんてするんじゃないぞ。借金生活ってのは本当に惨めなんだ。経験があるような言い方だな。さぞ苦労したんだろう。まあこの話はもうやめよう。だったら俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよレアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に参加した目的が達成できた。この後金を下ろしてくる。わかった。じゃあ僕もこれ以上遠慮はしない。これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだ。それどころか少し手元に残るかな。後で食事をおごるよ。ティナリとコレイも呼んでやってくれ。これぞハッピーエンドってやつだよな。そういえば他の参加者はどうしてるんだろうな。特別評論員として他も見てみようぜ。と、全部丸見えね。選びたいならわしのアドバイス通りにすればよいぞ。当時の教練員でもわしのコーデは最高にナウイと評判だったんじゃ。本当か？それじゃあお願いしようかな。ファルザン先輩、今流行りのスタイルでいくつか選んでくれないか？ファルザンにニーロ、それにディシアとキャンディスまで。お前たち何してるんだ？キャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだ。ふーむ、一回りしてみたもののわしに馴染みのあるスタイルはなかったな。とはいえ心配無用。布を買って自分で作ればいいのじゃ。単色の生地に赤とピンクのお花を刺繍するじゃろ。そこに緑の葉っぱを。ちょっと待った、
それ本当に流行りのスタイルなのか。なんだかお年寄りが着るもののような。安心せい、クラシックというのはな、決して時代遅れにはならんもんじゃ。いやいや、いくらなんでもその。まあまあ、ファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよ。でも今は新しい選択肢もいっぱいあるの。もしよかったら私が選んでもいい？せっかくみんなが一緒にいるし、キャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだから。お買い得なお店いくつか知ってるの。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。はあ、若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからの。ホールゾン先輩、ちょっと来て来て、先輩いるんだけど。お、お前は？私たち教練院に入学したばかりなんです。大会で先輩のご活躍を目にして、それでお聞きしたいことが。先輩は授業を開かれているんですか？うん、もちろんじゃ。ぜひ参加を申し込んでくれ。うっそ、待ちきれないんだけど。先輩の専攻って何系ですか？精密機械系？わしはチロン派じゃ。おい、でも先輩って機械に詳しい系じゃないんですか？あ、よく考えてみたら先輩確かにチロン派の代表ですもんね。でもチロン派の授業ってつまんない系ですよね。ごめんね先輩、別の授業を開いてくれたら絶対参加するから。じゃね。ふん、分かっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、私先輩のことすごいなって思ってるんです。ですからしばらくは先輩と勉強したくて、選択科目は先輩の授業にします。学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですが、その時は何卒よろしくお願いします。ほう、良い子じゃ。お前さん良い子じゃの。安心するがよい。その時はできるまでちゃんと指導してやるぞ。ありがとうございます先輩。それでは失礼します。授業の時にまたお会いしましょう。何だったのかよくわからないが、いいことだったんだよな。おめでとう。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか？ごめんな、もうカーベとご飯の約束をしちゃったんだ。それまでに他の人も取材しなきゃいけないし。あ、そうだ、カサッチとレイラを見なかったか？カサッチ選手？あの人がどこに行ったかはわからないけど、レイラさんならさっき見かけたよ。メーロン派の学生さんたちと一緒にいたから話しかけられなかったんだ。あっちの方に行ってみたら？メーロン派の学生か。投票でレイラを試合に参加させた奴らだよな。レイラは優勝できなかったわけだからな。あいつらどんな態度でいることやら。ぬ